グイド・カラブレージは、アメリカの法学者、裁判官。1932年、イタリアのミラノに生まれ、1939年、アメリカに渡った。1953年、イエール大学を卒業、オックスフォード大学で2年間学んだ後、イエールロースクールに進学した。 1958年、ロースクール卒業後は合衆国最高裁判所のヒューゴ・ブラック・ハンジのロークラークとして勤務した後、母校イエールロースクールで教鞭を取った。1962年に教授になり、1985年以降は学部長の職にある。1994年、ビル・クリントンにより、第二連邦巡回区公訴裁判所の裁判官に指名された。 経済学者のロナルド・コースと並び立つ1960年代アメリカの法と経済学の改祖。カラブレージはイエール学派を率いて、正義公平の原理に基づく効率性の制約に配慮し、市場が効率的に機能するための国家の介入を認めつつ、ミクロ経済学の手法を用いて法制度を分析した。この点は同じ。 法と経済学アプローチの採用者でも、リチャード・アレン・ポズマーらシカゴ学派のような、市場原理主義的立場とはかなり異なる。法的権利の割り当ての問題について、コースの定理を応用して、最安価損害回避者の原理を提示した。また、法的権利の保護の問題について、所有権ルール、賠償責任ルール、不可譲る性ルールの3方式に分けて、効率性の観点から分析した。 日本の法学者、平井義雄が1970年代に打ち出した法制作学構想は、カラブレージの強い影響を受けて、経済学的、政策科学的な意思決定理論を法的観点から再構成しようとしたものである。ありがとうございます。